なるほど、吉田くんの島根ゼミ。皆さんこんばんは、島根スーパー大使の吉田です。島根のなるほどを楽しく学ぶ島根ゼミ、今回は地域を守る島根の消防団、防火防災などに地域で活躍する消防団を紹介します。助手は平川さんです。放水始め。はい。雲南市掛谷町松笠地区です。地区の消防団がポンプ点検を行っています。あんまり汚れてないと思うけど、砂が詰まって取ることがあるんだ。緊急出動に備えて松笠地区では月1回ポンプ点検と防火を呼びかける活動をしています。地域の皆様の命、財産守るために私たちは活動していると思っております。県内19市町村にはそれぞれこのような消防団があり、団員は合わせておよそ12,000人。日頃から地域の火災や災害に備えた活動を続けています。こちらは安来市消防本部です。それでは行きましょう。地域を守る消防団には女性団員もいます。この日は地区の民生委員と一緒に一人暮らしの高齢者宅を訪問します。お願いします。山本です。おはようございます。おはようございますこんな火災警報器なんかつけておられますか、ね。はい、つけてます。あ、本当ですか。消火器もそこに玄関に消火器、はい、ちゃんと置いてありますね、はい。次に訪れたのは集合住宅です。コンセントとかね、ホコリが溜まると火災になったり、ああ、よく聞きますね。タコ足配線も良くないですし、年寄りばっかりが多いところあるんで、その辺は大変ね、ありがたいことだと思うんですよ。この日は15軒を回りました。防火の呼びかけによって地区の高齢者一人一人の元気な顔を確認でき、地域の見守りにもつながっています。こうやって回ることで少しでも安心してもらえると嬉しいです。わかりますか。この日は消防本部の隊員から応急手当の仕方などを習いました。リズムは1分間に100回ぐらいです。学んだことを地域の講習会などで役立てます。安来市消防団の女性団員は27人。県内には合わせて278人の女性団員がいるんですよ。まだまだ啓発活動も十分でないので、少しずつそういった活動の場も広げていきたいと思っております。また地域の保育園や小学校を訪れ紙芝居をするなど、子どもたちへの防災活動もしているんですよ。消防団は地域の安心安全を守るため昼夜を問わず活動しています。県では地域防災に欠かせない消防団の活性化のために、市町村と連携して消防団員教育や入団促進に取り組んでいます。消防団活動を通してあなたも地域に貢献してみませんか。もっとなるほど島メガネ。消防団員を募集しています。近くの市町村役場または消防本部までお問い合わせください。あなたの参加お待ちしています。次回は宍道湖自然館ボビウスの特別展を紹介します。本日はここまで。それではまた来週。